皆様、明けましておめでとうございます。藍色デニムワークスのインディーです。皆様、お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。今日はですね、インスタグラム上で、皆さんに、告知及び募集していた、藍色デニムワークスの、福引き企画ですね、令和最初の福男は誰だということで、ジーンズ及びデニムシャツ、のいずれかが一名様にプレゼントさせていただく福引き企画を今やってまして、でそちらのくじ引きを今日したいと思いますので、その様子をちょっと動画に収めていこうかなと思っております。で、すでにですね、インスタグラムの方では、ある程度概要をお話ししてるんですけど、今回73名の方が最終的にご参加いただきました。ハッシュタグ、藍色デニムの福引き2020を入れていただいて、2019年、去年ですね、1年一番履いたデニムをポストしていただくというのが条件だったんですけど、73名の方にご参加いただきました。で、こちらをですね、今日はこのくじ引きアプリっていう、いわゆるこのガラガラのくじで、アプリ上で行う、このソフトを使ってですね、やっていきたいと思ってます。流れとしては去年やったのと全く一緒なので、去年参加いただいた方は、もうわかるかなと思いますけど、一応ですね、このくじのを引いていく、その、なんていうんですかね、公平性を保つために、くじを引いていく、このアプリの使い方っていうのをですね、一回事前に皆さんにちょっとお伝えしようかなと思ってます。で、このアプリは、無料なんですけど、すごく便利にできてて、例えばですね、当たりが1本。で、参加している人は合計5人だとしますと。なので、5枚のくじがあって、ガラガラで言うと、5つの玉があって、1つだけ、当たりがある。という条件で一回設定したいと思いますね。この場合、特等に1、1等は0、2等に0、3等に0、4、5、6、7、8で、当たりを、が1で、外れを4にすると、合計5つの玉があって、当たりが1個になると。いう設定が、できます。こういう形ですね。で、福引きをしていくと。そうするとどうなるかっていうと、はい。まず1個目外れ。次。2つ目外れ。はい。3つ目で当たりました。で、弾は残り2つ入ってるはずです。外れ。外れ。で、終わりなはずなんですね。はい。このような形で、5つ全部くじを引き終わったので、くじを引き終わりましたというふうに、こう、表示が出ると。そういうアプリです。で、これの特徴としては、無料なんでね、先ほどのように、変なこの、何ですか?広告みたいなのちょっと出てきちゃって鬱陶しいんですけど、便利なのは、ランダムに、表示されるというか、ランダムに、当たりが出てくる、という形なので、全く同じ条件でもう一回、このくじを引いていくと、結果も変わります。さっき3番目でしたよね。で、もう一回やり直すと、どうなるか。はい、2番目でした。3、4、5。という形で終わると。なので、もう完全にランダムですね。なので、非常に公平性のあるくじが引けるかと思います。で、今回は、ハッシュタグ、藍色デニムの福引き2020と入れていただいた方を、投稿順に相当しまして、一番早かった方、一番先に投稿いただいた方から順番に一人ずつこのくじを引いていこうと思ってます。で、はいはいはい。で、なんか今広告始まっちゃってるんですけど、よいしょ。で、73名いらっしゃるので、くじの設定を、当たりは1、
で、ハズレを72用意します。72ですね。はい、これで73個の玉があって1個だけ当たり、他が外れという設定ができました。では、2020年、令和最初の福引き企画のくじを引いていきたいと思います。もう恨みっこなしですね、完全に運次第でやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では一発目いきましょう。あれですね、これは私がテスト投稿したやつなので、ここからいきます。あれですね、アカウント名は、言う場合と言わない場合ありますが、その点ご了承ください。ちょっと今回ね、アカウント数多いんで、一個一個、簡単にコメントだけして、くじを引いていきたいと思っています。ではですね、一発目ですね、ミッキーさん、いきます。投稿された、ポストされたジーンズは、こちら。デニンバさんのカスタムジーンズですよね。ミッキーさんが確かあれですよね、デニンバさんの工房に行かれてカスタムされたモデルだったと思います。非常に特徴があるカスタムされてて面白いですね。ではくじ引いていきましょう。はい、それでした。次いきます。次、テタンさん。はい、リーバイス501、赤耳、83年赤耳の、こちらデッドから入ったもの。うん。赤耳もね、十分もうオールドの中でも非常にいい、モデルですよね。私もね、ちょっと欲しいです。できればね、77年、自分の生まれ年の、501をね、ノンウォッシュから履きたいなっていうのは、常々思ってるんですけど、なかなかそういう個体に出会うことはないですよね。うん、はい、では早速引いていきます。はい、次こちらですね、サムライジーンズで、ご参加いただきました17オンス、うん、かなり熱風感の強い面白い生地ですね。サムライさんらしい、デニムだと思います。いきます。はい、3名。次4人目、次マサボンさん、こちら、デニムブリッジ S アンティーク、あれですね、足踏みミシンで、作られたデニムですね。うん、で今回ね、福引きにご参加いただいて投稿されたデニムの中でブリッジさんすごく多かったですね。はい、ではくじ引いていきましょう。まあすごいシワの面白い経年変化するデニムですね。はい、続きます。次ユージさん。はい、こちらは、リヴァイ501コンミルズ USA モデルですよね。はい、今となってはもう貴重なモデルになってくるでしょう。10年後には十分価値のあるオールドとして認知されてくるモデルだと思います。はい、くじ引きます。はい、次、ヤスニさんですね。こちらもデニムブリッジの方ですね。はい、うん、バックポケットだけ、そうですね、すごく色落ちが激しくされてますね。バックチンチ付きのカスタムモデルでしょうか。いきます。はい、次サトルさん、サムライですね、510というモデルでした。まあすごくまだまだ青々しい色が残ってますね。うん、まだまだ経年変化楽しめるモデルでしょう。いきましょう。はい、次、MKT デニムさん、うん、こちらもまたしてもデニムブリッジさんのモデルで、ご参加いただきました。あ、令和元年言語変わった時から履き始めるということで、いいですね。そういうなんか節目になんか履くっていいですよね。オールスっていうのはね、思い出に残るので。はい、ではくじ引いていきます。はい、次アイロ41おめめさん。
はい、ユニクロのカーブジーンズですということですけれども、まあ、非常にあの太めね、ちょっとワークテイストのあるシルエットのジーンズですね。うん、可愛いと思います。くじ引きます。はい、まあ、今年はこういうね太めがかっこいいと思いますよね。私もねちょっとワークパンツ今年はヘビロテしようと思ってます。はい、次、花でかすさん。はい、昨年に引き続きということでありがとうございます。ユニクロのスリムセルビッチでご参加ですね。まあ、かなり細いモデルですよね。はい、お財布に優しい、うん、大切なことですよね。じゃあ行きましょう。はい、次行きます。次、まさきさん。こちら DB18、 こちらもブリッジですね。うん、約9ヶ月でこの色落ちってかなりすごいスピード速いですよね。なんか今回のブリッジさんのデニム投稿多いですけど、この18っていうこのラインナップっていうんですか、生地は、まあ、かなりやっぱり色落ち速いような感じで、どなたさんもね1年足らずで結構いい色落ちになってるので面白いですよね。はい、ではくじ引いていきましょう。はい、次、ヒロシグラムさん。はい、はい、ご愁傷様でございます。こちらウェアハウスの DD1003SWX、 これあれですよね、最新の、ウェアハウスの対戦モデルですよね。これめちゃくちゃいいモデルですね。本当ね、あのウェアハウスとか、まあフルカウントさんとかいろんな対戦モデル各社ね、いろいろ出してますけど、その、まあ、本当に頂点にあるモデルじゃないかなって思うぐらい、かなりいい出来だと思います。はい。はい。行きましょう。次。とももすこさん。リゾルト710ですね。今回ね、リゾルト710の投稿いただいた方も3人くらいいらっしゃったんじゃないかな。やっぱ、クロートが選ぶデニムという印象ですよね。うん、あ、それであれですね、ヴィンテージミントケースも一緒に併用して使っていただいているということでありがとうございます。履き込みどうなるんですかね、楽しみですね。くじ引きましょう。はい、次いきます。アンダーグラウンドさん。はい、こちら昨年一番長い時間着用したのは CSF ということでね、コナーズソーイングファクトリー、まあ、ワンピースブロックのデニムです。まあ、これも今回福引きに参加いただいたポストの中で多かったモデルです。まあ、でも本当ねここ 2,3 年デニム界の話題をかっさらい続けてるのがこの CSF だなっていう感じですよ ね。 ね、あんだけ価格高いジーパンですけども、1年以上待つってやっぱ異常なんで、この人気すごいですね。ちなみにこの方、履いているスニーカーも、ね、CSF というか、49ers 別注のウェアハウスのスウェードですよね、これね。かっこいい。はい、引きましょう。はい。次、グリーンバイクボーイさん。こちら、テラソンのデニムということで、あ、なるほど。コーンミルズ、ホワイトオークのデニム生地を使ったモデルなんですね。まあ、あのシンプルながらちょっとしたデザイン性もあって、面白いブランドさんですよね。はい、口引いていきましょう。はい、次、リョウスカイウォーカーさん、リゾルトで、ご参加いただいてます。うん、710ですね。先ほどの方もそうでした ね。 ね、リゾルトって結構まあ、青々とした色味が、まあ、インディゴの色味がすごい特徴的だなって思いますよね。うん、もうなんだろう、ドニームの時の感じ、バタバタバタついた感じじゃなくて、もう70年代のなんかね、綺麗な色落ちのイメージ、60年代70年代のイメージがありますよね。はい、引いていきましょう。はい、次、ノースイーツノーライフさん。はい、今年はワンピースオブロックの予約に向けたし、来年が楽しみということで、ああ、なるほど。あ、小中さんと写真撮られてますね。ああ、なんかいろいろ
いろいろなデニムが映ってますけど、どれですかね、一番履かれたの。ワンピースのかな。はい、くじ引いていきましょう。はい、次行きます。次、カイさん、エドミンですね。エドミンさんの中でもこの革パッチってあれかな、プレミアモデル的な位置づけなんじゃないですかね。はい、引いていきましょう。はい、次行きましょう。バックパックさんはストライクゴールドさんですね。今回唯一のストライクゴールドじゃないかなというところなんですけど、ね、ストライクゴールドさんもかなり荒々しい作りでね、結構特徴あるジーパンを作られてますよね。うん、で、あ、そうですね、小島で購入。あれですね、多分ジーンズストリートのあの店舗で買われたんですね。はい、まだまだ色落ちしそうなんで楽しみですね。では引きます。はい、次、次、深夜さん、深夜さんはフラットヘッド MKDP001 ね。フラットヘッド去年ね、あれですよね、まあ、潰れてはないんですけど、まあ運営母体が変わりまして、新しい展開に、まあ、今後なっていくんだと思うんですけど、もうすでに、ブランド自体は通常通り運営はされてるんですけどね、まあ、きっとものづくりの中身は変わってくると思います。で、この MK ってモデルはその、まあ、小林社長の当時のね、名前を冠したモデルということで、フラットヘッドの中でも、まあ、プレミアモデルの位置づけのものでしたね。はい、まだまだ色落ちしそうですね。見ていきます。はい、次、ニコさんですね。こちら DB18 の生地のデニムブリッジです。まあ面白いカスタムが施されてますね、ポケットの方に。はい、あ、こうやってね、記録残されててすごいですね。はい、じゃあくじ引いていきます。はい、次、でこちらの方は、あ、ダブルボランチオーダーメイドジーンズということでした。まあ結構あの裾がまあ狭いというか、まあテーパードを効かせた今時なシルエットのモデルですね。うん、でもすごいペンキの跡ですね。うん？あ、日曜大工でペンキがついちゃったってことで、もう割り切って、ガチャガチャ履いてるって感じですね。うん、その気持ちすごいわかります。でもそれがかっこいいんですよね。うん、はい、引いていきましょう。はい、次、デニマリストさん。こちら、フルカウントは出ましたね。定番の1108です。うん。まあでもだいぶ、あのヒゲが、腰前のヒゲが入ってきていい色落ちになりそうな予感ですね。はい、はい、今年はなかなか当たり出ないですね。去年すごい早く出ちゃったんで、なかなかドキドキ後半できなかったんですけど、今はまだ出ないので楽しめますね、くじが。はい、次行きましょう。キミさん、キミさんはタヌキジーンズ出ましたね。タヌキジーンズってほとんどね、日本では知られてないジーンズですけど、まあイメージとしては鬼デニムに近くって、まあ謎をめいたデニムブランドではあるんですけど、まあ、結構鬼デニムみたいに生地はもう荒々しいものが多いのと、スリムテーパード、まあ、海外をとにかく意識した、スリムテーパードのようなシルエットが多いのが特徴ですね。私も一本持ってるんですが、下ろしてないですまだ。はい、ありがとうございます。行きましょう。はい、次、次は影虎さんです。ワンピースブロック M54 っていうのはあれですね、まあ、リーバイ流1954年モデルをベースにして、いわゆる革パッチ WX の最終期ですよね、なんですけど、この縫製をね、カオルさんという女性が一人で縫ってるということで、まあ、小中さんとは違いますけどね、非常に評価高い。で、しかもね、安いんですよ、これ。クオリティに対しての価格が。なので、もしも新しいジーパン欲しいなっていう方は、これをね、私個人的にはちょっとお勧めしたいなと思ってますね。はい、いいモデルだと思います。口引きます。はい、次。次はケイジさん。こちら。
アイアンハートですね、多く投稿いただきました。お、21オンスね。いやー、ちょっとね、僕はね、17オンス以上のものを履いたことがないんで、どんな感覚ですか？大変ですかね。まあでもね、ヘビオンスのファンって多いですからね。うん、で結構腰回りがタイトなようなイメージありますが、バイクとか乗られるんでしょうかね。いや、かっこいいと思います。くじ引きます。はい、次、のぐのぐちゃんさん、ベックマンリゾルト710、まあリゾルトですね。で、ベックマン合わせということで、うん、なんか林さんスタイルな感じですよね。かっこいいですね。もうベックマン色気ありますよね。うん、色気ある。まだこれ新しいですね、ベックマンね。はい、ではくじ引いていきます。はい、次、あ、来ましたね、ビワライフさん。これは、この方は昨年の福男さんでして、去年当たりまして、チェロキーをプレゼントした方でございます。そのチェロキーを、まあ、履き込んだよということで、今年、これで投稿いただきました。さあ、2年連続ってあるんですかね。まあ、可能性的にはなくはないですけど、うん、当たっちゃったらなんかやらせみたいで複雑ですけどね。まあちょっとドキドキしてきた。うん、まあメイントケースも使っていただいているということでありがとうございます。じゃあちょっとね、引いていきましょう。今年当たるかな。あ、外れでしたね。はい、ありがとうございます。はい、次、トモスさん、桃太郎ジーンズということでした。桃太郎ジーンズのどのモデルかはちょっとわからないですけど、あ、でも結構いい色落ちしてますよね。立ってる。ノリ付けしたんですかね。はい、では引いていきましょう。はい、次、さくらさん、LVC リーバイスヴィンテージクロージングの 501WX。はい、あ、これね、耳がね、太いやつ。あ、これ何でしたっけ、ライトオンの限定のやつとかだったかな。はい。いや、これ今見てもこれ面白いですね。へえ、うん、面白い。はい、くじ引きます。はい、次行きましょう。次、阿部っ子勝利券さん、ワンビソブロックで投稿いただきました。うん、あ、もうあれですね、だいぶ色、経年変化が進んできてて、いわゆるもう一気に落ちていく前夜って感じですね。この膝のあたり見てると、あと1年後だいぶ姿変わってると思います。やっぱね、人気ですね、ワンピース。今回本当履いてる人多かった。じゃあ引きましょう。はい、次、トシュさん、 WRL ですね。 WRL 履かれる方ってやっぱすごく、あのショップの店員さんとかも結構多かったりするんですけど、やっぱおしゃれな方に支持されていますよね。で、 RL 履く人って浮気せずにね、常に WRL ばっかり履いてるっていうイメージがあります。トシュさんはどうですかね。はい、結構やっぱこういうポケットの飾りとかかっこいいんですよね。じゃあ引いていきましょう。お、来た、おめでとうございます。トシさん当たりました。今年の福男はトシさんに決定です。ありがとうございます。別途トシさん、DM させていただくので、やり取りいたしましょう。で、もう当たり出ちゃったんですけど、今多分ね、半分くらいくじ引いてると思うんですが、この他の方々のね、ジーパンを見ながら、まあ、コメントもしつつ、一応、くじ引いていきます。あのね、ちゃんと最後、くじぴったりに、なくなるまでやりたいと思うので、最後までお付き合いください。次。
行きましょう。あ、本当にね、トシさんおめでとうございました。うん。次、こちらの方は、はい、ブリッジですね。ブリッジで、投稿いただいてます。荒々しい、すごい色落ち、が特徴ですよね。はい。いきます。はい。もうね、もう今からどうやっても当たりあるはずがないんですけど、一応やっていきますね。はい。次、シンさん。ウェアハウス 1001WX。もうド定番のモデルですね。うん。やっぱかっこいいですよね。はい。いきます。はい、次。カッタシさん。はい、こちら。リーバイス511。メイドイン USA ですね。コーンデニム使った USA 製の、LVC のモデルとか、LVC じゃないね、これね。メイドイン USA のモデルで511っていうのはねやってたんですよね。これはすごいスリムなモデルで今時のシルエットのモデルだったんです。もうねなくなっちゃいましたけど、その USA モデルは、USA モデルというかコーンモデルか、今もモデル品番自体はありますけどね。でもこれは後々ね貴重なモデルになっていくんじゃないかなと思います。はいはい、次、ここからどんどん行きましょう。カツアキさん、こちら、ジョーマッコイですね。ジョーマッコイってすごい特徴的な縦打ちしますよね。いい生地使ってて。うん。ジョーマッコイはジョーマッコイらしさが、どのモデルもあって面白いなと思います。これもかっこいいですよね。はい。次行きましょう。よいしょ。次、のきさんは、フルカウント20周年の対戦。あ、15.5 オンスってことで、通常よりヘビーなんですね。面白いですね、これね。では、行きましょう。はい。次。スターリーナイトさん。デラックスウェアですね。デラックスウェアさん。うん。はいはいはい。まあ、かっこいいですよね。デラックスウェアさんってね、今ジャパンデニムでいうとほとんどが、岡山小島方面に集中してますけど、その中でもデラックスさんは東日本をベースに活動されている、数少ない大きなブランドさん、大きなというか、すごいこだわりのあるブランドさんですよね。世代的には第3世代って呼ばれるような、ジャパンデニムのブランドさんになるんですけど、イメージとしては、東はこのデラックスウェアさん、西は TCB さんみたいなね、ファクトリー作ってやってるようなイメージ、ファクトリー兼ブランドっていうところで言うと、そういうイメージありますよね。はい、くじ引いていきます。はい、次、オルガンマンさんは、先ほども出ましたけど511のメイドイン USA モデル、コンデニム使ってるっていうのもあって、色落ちはね良さそうですよね。はい、ワンちゃんかわいい。はい、次、この方はトピック、これは何点お読みするのかな、トピックラックスか。はい、10年以上履いてますということで、もともとどんな色だったんですかね。写真ではかなりブラウンに見えますけど、かなり履き込まれた感は見えますね。引いていきましょう。はい、次、ジュンさん、こちらはウェアハウス1101でご登録いただきました。口引きます。はい、次、こちらの方、シュガーケンの47モデル、タイプ2。細身のストレート。なるほど、なるほど。多分、だからタイプ1っていうのがあって、それは普通の47モデルのレプリカになってて、タイプ2っていうのはその細身。タイプ3っていうのはもっと細いっていう意味なんですかね、きっとね。はい。という形です。くじ引いていきます。はい。次。マッサイカナスさん、こちらは？
でもこれ何ですかね、ミラージーンズなのかな、それともちょっと写真が反転してるだけなのかな、ちょっとこれ分かりかねますね。ミラージーンズってなんかパッチにもちょっといわゆるパッチのデザインちょっとね違った気がするんですよね、印字が。うん、まあどちらかちょっと分からないですけども、はい、ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。ではくじ引きますね。今ね、ほんとこれミラージーンズだとしたらすごいんですけど、ミラージーンズって今ね、転売市場では30万とか50万とかで売られちゃってるんで、もうほんとヴィンテージクラスになっちゃいましたね。はい、次、こちらはドゥニーム、ゾゾのセールで買いましたっていうことですね。はい、ありがとうございます。あ、かなりの細身ですね。はい、体育祭の装飾の準備の際にペイントバッグを施しました。あえてやったんですかね。うん、チャレンジャーですね。ありがとうございます。はい、次、ジオジンさん、こちらはデンハムさんですね。わ、すごい色落ち、経年変化ですね。ヒゲがすごいですね、これ。これでも加工じゃなくて一から育てたってことですかね。はい、参加ありがとうございます。くじ引きます。はい、次、こちらの方は黒ですね。黒ね、最近やっぱじわじわと履いてる方増えていきましたよね。うん、なんかもういわゆる普通のなレプリカ系に飽きちゃった人がちょっとしたデザイン性を求めてたどり着く場所みたいな、ね、そんな感じがしますね。原宿にもねショップがあるんで、今後まだまだ存在感っていうのは大きくなっていく予感はします。はい、くじ引きましょう。はい、はい、次、さん、こちらは岐阜にある縫製工場発のジーンズブランド、ノーコンプライジーンズですということでした。ありがとうございます。ちょっとね、私もどんなブランドさんかちょっと存じ上げないんですけど、いわゆるファクトリーブランドってことですよね。うん、で66モデルがベースになっていますね、このね、革パッチ見る限りでは。ぜひね、この先のエイジングも見てみたいです。はい、くじ引きます。はい、次、もう半分超えましたかね。次、こちらの方はヤフオクで新品3500円で買ったデニムということでした。うん、ちょっと私も詳細は存じ上げないですけど、もうヒゲも生えてて、ね、ちょっとブランドは詳細わからないなりに履いてる方の愛情が感じられるジーンズです。はい、いきます。ああ、間違った。引いちゃった。ちょっと待って。引いちゃった。はい。今引いたのは、こちらのプースケさんの方です。はい。プースケさんはキャントンで応募いただきました。ありがとうございます。まだまだね、色が残って、色落ちする楽しみが今後、先長く楽しめそうな予感のするデニムです。で、残念ながら外れでした。次いきます。次、ワッタ竹内さんですね。はい、こちら、ウェアハウスの作ったビリケンマンですね。もう私もね、過去一番好きなジーンズですね、ビリケンマン。はい。これをね、ほんと愛用される方が他にいらっしゃるんだっていうので、逆にちょっと僕は、すごく共感持てるというか、一度ね、間近で見てみたいですね、これをね。はい、ありがとうございました。はい。次。こちらの方、はい、ありがとうございます。チェロキーでご参加ですね。はい、ね、サイズの選び方がすごくいいですよね。ありがとうございます。はい、いきます。ありがとうございました。次、ゴーマルチさん、ラングラーの M1701、これ多分ラングラージャパン企画なのかな。うん、比較的長くあった品番だと思うんですけど、今多分ね廃盤になってたはずですけど、やっぱこの太さが逆に新鮮ですよね。もうね、やっぱね、スリムとかテーパードが効きすぎてるモデルっていうか、まあ、そういったシルエットはもうちょっと
トレンドとしてはね下火で、むしろ今太い方に今行ってるんで、これぐらいの太さをガンガン履き込むのはまあありですよね。はい、まあ色落ちはまだまだこれからなので楽しみですね。ありがとうございます。首引きます。はい、次、ヨウジさん、SGF by デニムスミスということで、まあファクトリーブランドですよね。で、確か元ビッグジョンの方だったかが、まあ、立ち上げられたブランドだったかと思っていますが、まあ、股上浅く、まあ、今時なシルエット、細身のシルエットをやっていらっしゃって、だからこの履き込みもかなりね、ひげがわっつり入ってて面白いですよね。ホースエイトもこれ黒だし、うん、こういうなんかねデザイン性が高いデニムっていうのは今後、まあ、主流になっていくと思うんですよね。はい、ありがとうございました。くじ引きます。はい、次、ノブさんは一発目ということで、あ、 CSF コナーズソーインファクトリーコラボウェアハウス、これね私も思ってますけど、ちょっともったいなくてね履けないんですよね。うん、あ、でもここまで色落ちさせたらやっぱかっこいいですね。はい、ありがとうございました。はい、次、こちらの方、デニムブリッジサードということで、こちらもデニンパさんのオリジナルですね。うん、まあ、順当に育ってる感じがしますよね。はい、ありがとうございます。で、次いきます。はい、次、こちら初めてのリジットデニムということで、ウェアハウスの1001ですね。まあ、まだまだ色落ち進んでないんで、あと1年ぐらいは履かないと、まだ経年変化がね見えてこないと思いますけど、その分楽しみが先に長くあるということでいいですよね。いやね、久しぶりにちょっと僕もウェアハウスゼロから育ててみたくなっちゃいますよね。じゃあ口引いていきましょう。はい、次、こちらの方、はい、ワンピースオブロック、あー、これはかっこいい色落ちになってますね。はい、うん、家に帰った後脱いでシワの入り方を確認するのが日課になりました。気持ち上がりますね。うん、まあ、はたから見たらね、もう絶対変態だと思うんですよね。ズボンのシワ見てニヤニヤしちゃうんですからね。まあ、すごい気持ちがわかるんで、なんとも言えないんですけど、わかります。はい、くじ引いていきましょう。はい。はい、次、デニムデニムさん。はい、チェロキー、ありがとうございます。着用回数およそ100ということで、はい、まだまだこれからですね、楽しんでください。はい、次、桃成さん、ありがとうございます。桃成さんは、あ、エルカネックさんですね。まあ、ファクトリーブランドのオリジナルになります。レザー染料を思いっきりぶちまかしと、なるほどね。まあね、これぐらい汚れちゃってからですよ。これぐらい汚れたらもう気兼ねなくね、ガンガン履けますんでね。そしたらきっとね、余計かっこいい色落ちになると思うんでね。うん、いいんじゃないですか。はい、くじ引きましょう。はい、次、エビスナンバーワンデニムですね。トラ耳のモデルということでした。最近ね、エビスのバックポケットのカモメステッチみたいな、ステッキか、ステッチカモメペイントかみたいなのはね、なんか見なくなっちゃいましたけどね。でも、結構ね、外国の方はやっぱり今でもたくさん買って帰られる姿もね、直営店とか行くと見かけますし、ペイント入れないで履いてる方もね、いらっしゃるみたいで、実際のところね、やっぱエビスさんって商品というか、ジーンズの作り込みすごいんで、まあ、そういう履き込み方はありですよね。じゃあくじ引きます。はい、次、こちら 8G の TF03、
これね、確かね、6000円とかなんですよね、定価が。めちゃめちゃ安く提供されてるんですよ、ジーパン、酒井さんね。いや、このクオリティで6000円とか、めちゃめちゃいいでしょ。はい、で、それを履き込んでいただいているということで、投稿ありがとうございます。くじ引きます。はい。次、チチさん。あ、オイルゲイユですね。で、オイルゲイユさんってやっぱすごく独自のポジションに今行って面白いですよね。まあ他のブランドさんが、まあ多くがアメリカンヴィンテージに対して、オイルゲイユさんってヨーロピアンヴィンテージっていうのかな。まあヨーロッパ系、特にフランス系の、まあ、ワークの影響を受けたものづくり、すごくされてて、面白いですよね。なので、まあ、他と全然違うんで、ひょっとしたらすごい流行る可能性もあります。今後。いいですかね。でね、ただね、今、ヨーロッパ系のヴィンテージって結構安いんですよ。古着屋さん行っても、ヤフオク見ても。やっぱね、まあ、50年代とか、60年代のヴィンテージだったら、ほんとね、同じぐらいの金額で、ここら辺のレプブランドを買うのと同じぐらいの金額で実際のヴィンテージ買えちゃうんで、まあ、オルゲイユテイストが好きだよって方は、そういったヴィンテージにも手を出してみてもいいかなというふうに思います。じゃあ、くじ引きます。はい。いや、もうね、もう当たりは出ないって分かってるんですけどね。一応引きましょうね、これ。次。フルカウントですね。あ、まだね、ステッチとピスネームがまだある頃です。それにしてもすごい膝裏の引けですね。こんな風になるコツを教えてほしいです。はい、くじ引きます。はい。次。こちら、SGF さんのトラウザ。ちょっとね、ブランドは私、初見なんで、すいません、わからないです。けど、要はスラックスみたいな、どちらかというと、チノパン系のものを、デニムでアレンジしたというような感じですね。はい、ありがとうございました。出てきてます。はい。あとどれぐらいだ？あと、そんなに多くないはず。はい、次、ウエストライドの1948モデルということで、これ多分、コナズソーイングファクトリー、CSF が製造担当してたモデルじゃないかなと思います。ヒゲの入り方がかっこいいですね。はい。じゃあ、くじ引きます。はい。次。2019年の履き込みといえば、これですね。どれこれ。まあね、並んでるんでわかんないですけど、まあ、ほんと、ご参加ありがとうございました。くじ引きます。はい。次。あ、チェロキー。ありがとうございます。まあ、まだね、濃い部分がすごく残ったものですけど、膝裏とか、あと、腰前のヒゲとか、しっかり入ってるんで、なかなかすごくいい感じに育ちそうな予感がします。じゃあ、くじ引きます。はい。次。桃太郎ジーンズですね。0205ってことで、スリムストレートかな。はい。桃太郎の中でも人気の高いモデルをチョイスされてます。ありがとうございます。クリックします。はい。次。ああ、これかっこいいですね。ヴィンテージみたい。こちらは、ワンピソブロック。S409。いや46モデルですね。1946年カトキモデルをチョイスされて履き込まれてますけど、かっこいいの一言。まあでも本当ね、いつかはね、デニム好きだったらいつかは一本持っておきたい。それがね、このワンピースオブロックだったり、この後ソーイングファクトリーだったりしますよね。うわ、すごくいいもん見せてもらいましたね。はい、くじ引きます。はい。次、こちら、ハンズオンさんの S66 モデル。これ去年だったか一昨年だったかにリリースされた、ハンズオンさん、まあ、リペア、リメイク工房のね、ハンズオンさんがリリースされたオリジナルデニムになります。
かっこいいですね。本当ね、私もこのブログ、やり始めるきっかけになったっていうと、本当ね、ハンゾンさんのブログを読んでたのがきっかけかなというふうにも思うんですよね。それぐらいね、ハンゾンさんのデニム、ブログって、すごく豆というか、すごく視点がね、プロフェッショナルで、読んでてすごく面白いんで、今でも楽しみにしてます。はい、じゃあくじ引いていきましょう。はい、外れでした。次。ともべっさん。はい。エイジングバトルの1003 WX ということで、ウェアハウスです。これさっきの対戦とは違うんですかね。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、結構色落ちが進行した、いい程度のいい、感じの履き込みになっていますね。はい。くじ引きます。はい。次。こちらヌーディージーンズですね。ヌーディー。ヌーディーってね、ほんと世界中どこでもやっぱね、人気になりますよね。ほんとね、しっかりした営業の方がいらっしゃってね。ほんといろんな国で爆発させてるのはすごいと思いますね。ヌーディー。実際に履いててもね、かっこいいですからね。シルエットが綺麗なんで。じゃあ引いていきまーす。はい、残念。次。こちら最後ですかね。はい。A piece of denim さん。ありがとうございます。昨年ね、お会いする機会があったんですよ。たまたまね、11月だったかに、ジーンズソムリエの表彰式の時とかだったかな。はい。その時にね、見せてもらったのがこちらでした。このチェロキー。めちゃくちゃ履き込み、すごいですね。履き込み時間はね、私の方が長いはずなんですけど、すごく色落ちのさせ方が上手で、ヒゲバッツバツに入ってますよね。ありがとうございます。じゃあ、くじ引きましょう。はい。ということで、全部引き終わったはずで、これで次へ押したら、スタートというか、始め戻るはず。ですよね。はい。というわけで、73名、全員、くじを引き終わりました。で、今回、当たりが出ましたのでね、別途こちらは DM で、概要をお伝えしたいと思います。とにかくですね、今回、福男決まりました。今回選ばれた方も選ばれなかった方もですね、この1年、皆さんと福が来ることを私自身もお祈りして、おります。本当ね、今回長丁場になりましたけども、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。そして本年も何卒よろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら。ありがとうございました。